渡辺明、渡辺明から1934年5月27日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。男爵。山口県出身。明治4年8月28日、陸軍将尉に任官。日清戦争には、第一軍高級副官として出征し、さらに1895年3月、不評第18連隊長に転じた。 1897年10月、不評大佐に昇進し不評第42連隊長に就任した。1900年10月、留守不評、第21旅団長となり、1901年4月、陸軍少将に進級し不評、第24旅団長に就任。1902年6月、近衛不評、第2旅団長に移動し日露戦争に出征。 法天会戦後の1905年6月、神戸根性第5旅団長に発令され、韓国北部の平定作戦に参加した。1906年1月、不評第19旅団長に移り、同年7月、陸軍中将に進み、第8師団長に親保された。1907年9月21日、その功績により、男爵の爵位を受釈し家族となった。 1908年12月、第3師団長に転じ、1913年3月、抗備薬に編入され、1918年4月1日に退役した。ありがとうございます。